皆さん、こんにちは。メディアお茶の笠子と申します。大阪万博公式キャラ、脈々像破壊は、維新の政治家たちがですね、大阪万博反対派の仕業だと、反対派なのにこういうことをやるやつは許せんみたいな、民主主義のなんちゃらだみたいなことを言って、勝手に決めつけてましたけれども、容疑者が逮捕されて、ただの酔っ払いの可能性が高まったということで、このニュースを解説をしていきたいと思います。大阪市役所前、大阪万博公式キャラ、全く人気のない脈々像、気持ち悪いって言われてるやつですね。今、傷がついてですね、維新の政治家とも吉村大阪知事とかですね、音喜多議員をはじめとして、大阪万博に反対するからといって、こんな風に傷をつけるなんてけしからんと言ってですね、勝手に大阪万博反対派と決めつけて、ツイッターをはじめとして激しく、抗議をしたわけですけれども、本日のニュースによるとですね、病院職員45歳の男逮捕、酒を飲んで酔い、終電逃してイライラして脈々に傷をつけたという、証言をしていたというニュースが出ております。このニュース、報道が本当なのであれば、ただの酔っ払いですよねってことで、ただの酔っ払いが、ただ傷つけただけですよねってことで、なんか万博に反対するためにそれに傷をつけたという感じではなさそうですよね。もちろん、このただの酔っ払いの病院職員の45歳の男の人が、もしかしたら万博に反対はしてるかもしれないし、賛成はしてるかもしれない。それはわかりませんけれども、反対してるからこれを傷つけてやろうということではなくて、酔っ払って終電逃してイライラしてやったという、ただの酔っ払いだったんじゃないかということで、全然万博反対で何かそのね、その別に酔っ払っていなくて、別に普通にこれを傷つけて、そのね、万博に反対してやろうという動機ではなかったということではないでしょうかということで、本当にね、大阪維新の政治家ってめちゃくちゃですよ。なんか民主主義の破壊とか言って、民主主義の破壊をしてるのは維新の政治家どもでしょってことで、吉村大阪府知事なんて大阪万博を私物化して、気に食わないやつ、批判するやつは来るなと、そのね、玉川徹、ニュース番組やってる、あんなやつは反対なんだから、来るなと、出禁にしてやると、とんでもないやつですよ、この吉村府知事は。何を言ってるんだと。税金をネコババして反対派がいるのに勝手に作って推し進めていて、反対する報道のやつは来るなと、出禁にしてやると言ってやると、お前は何様なんだと、お前のポケットマネーで大阪万博やってるのか、ちゃんと国民の声聞きなさいよ、反対派の声聞きなさいよっていうことですよね。そうやって民主主義を破壊するような独占的なその進め方をやっているにもかかわらず、いざ脈々像が傷つけたと思ったら、万博反対派の仕業だ、民主主義の根幹を揺るがすって、お前らが民主主義の根幹を揺るがしてるんだということで、ただの酔っ払いをですね、大阪万博反対派の仕業だと決めつけた維新の政治家は、即刻辞任すべきですよ、民主主義の破壊ですよ。そうやって勝手に自分たちが気に食わない人たちの全部せいにするっていう、ね、もうとんでもない政治家だから、本当に維新は全滅してほしいと思います。維新に投票するやつバカなの？大阪万博に賛成するやつバカなの？っていう話ですよ。で、大阪万博をやりたいんだったら、維新の政治家が全部ポケットマネーでやればいいじゃないですか。で、ポケットマネーでやるんだったら、反対は来るなとか、出禁だって言えばいいじゃないですか。自分たちの金じゃなくて反対してるのに国民の税金をネコババしてやってるわけでしょっていう話なわけですよ。何を言ってるんだっていう話で、そのやりたければ自分たちの金でやれっていう話ですよ。経団連なり何なり、ね、その維新の政治家なりがポケットマネー出してやればいいじゃないですか。勝手にやればいいじゃないですか。その税金をネコババしてやらないでくださいよっていう話ですよね。本当にですね、もう維新って本当にめちゃくちゃなんですよ。もう本当にこんな維新、こんな維新が野党第一党になったり、政権を担うような、ことになったら、めちゃくちゃやりますよ。めちゃくちゃやりますよ。で、自分たちが気に食わないことが起きると、そうやって勝手に決めつけするような、とんでもない政党ですので、本当に維新を解体すべくですね、次回の選挙は維新を本当にもう維新の政治家ゼロにすべくですね、まともな国民は維新の政治家に投票しないようにお願いしたいなと思います。